こちら怪盗紳士、設置は完了した。儀式開始まで待機する。痩せ狼だ。こちらも完了だぜ。とっとと始めてくれや。こちら幻惑の鈴、ベータの設置を完了しました。殲滅天使よ、ペンの準備も終わり、いつでも始めてくれていいわ。時は至った。これより復員計画の第三段階を開始する。七曜の届かぬ闇の狭間に風穴されし、我よ汝が復員を通じて現世の有様を眺めるがよい。地方にそびえし杭を、あれなるは汝を闇につなぐ最後にして最大の楔なり。されどかの楔、人の手により偽りの僧にて現世に現れり、全てを律するその手をもっていざ真なる僧を暴くがよい。諸君、祝祭の準備は整った。存分に楽しんできたまえ。承知。我ら執行者一同、大いなる名士の代行者たる蛇の使徒の指示により、これより杭の開錠を始める。以上がこれまでの顛末と箱舟潜入時に掴んだ情報です。なんたることだ。そんな化け物じみた巨船がリベールに侵入していたとは。そんなものを持ち出して一体何をするつもりなのだ。復員計画の全貌はとうとう掴めませんでした。ですが彼らはすでに次の行動を開始しています。確か
第三段階とか言ってたわよね。大変な事態になりましたね、モルガン将軍。王国軍の対応はどのように？昨夜のうちにこの二人からカシウスに連絡が行ったようでしてな。すでに彼の指示で全王国軍部隊に第一種警戒態勢が発令されております。さらに飛行艦隊を出動させて王国全土の哨戒に当たらせました。そうだったのですか、エステルさん。ヨシュア殿、本当にご苦労様でしたね。いえ、当然の連絡をしただけですし。正直もう少し早い段階で連絡すべきだったかもしれません。空賊艇強奪の件も含めて本当に申し訳ありませんでした。ちょっとヨシュア。いいんだエステル、裁きを受ける覚悟はできているから。うん、陛下いかがいたしますか。そうですね、超法規的措置にはなりますが、今回ヨシュア殿が明らかにした結社に関する様々な情報、それをもって過去の行為は不問としましょう。本当ですか。ですが。いいのですヨシュア殿、この程度の裁量、ハーメルの意地たるあなたへの償いにもならないでしょうから。どうやらご存知だったようですね。私があの虐殺事件を知りながらも今まで沈黙してきたことを。え？どういうことですか？戦争開始時、エレボニアは宣戦布告をリベールに行ったが、その時ハーメル村の虐殺が王国軍によって起こされたという断固とした指摘がなされていたのだ。しかし終戦間際、帝国政府は突如としてその指摘を撤回し、即時停戦と講和を申し出てきた。ハーメルの一件について一切沈黙することと引き換えにな。前後の事情を考えると、帝国内部でどんなことがあったのか、おぼろげながらに想像がつきました。ですが反抗作戦が功を奏したといえ、帝国軍は未だ余力を残していました。帝国本土からの増援があったら王国は再び窮地に陥ることになる、そう判断した私はその条件を飲むことに決めました。自国の安寧を優先して私は真相の追求を放棄しました。背後にいるはずの被害者たちの無念を切り捨ててしまったのです。かつてロランス少尉が私に告げた哀れむ資格などないという言葉、あれは真実、的を射ていたのです。女王様、どうかご自分をお責めにならないでください。そもそも虐殺に関わりがない上に自国の平和がかかっていたのです。国士としては当然の判断でしょう。ヨシュア殿、このリベールという国は僕のいてついた心を癒してくれた第二の故郷とも言うべき地です。その地を守った陛下のご決断、感謝こそすれ恨みなどしません。ヨシュア、ありがとうヨシュア殿、そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。エステルさん、ヨシュアさん。あ、みんな。エステルさん、よくご無事で、それにヨシュアさんも。よかった、二人とも帰ってきてくれて。クローゼ、ティータ、二人とも心配をかけちゃったみたいね。まったくもう。
肝を冷やしてくれるじゃない。だがまあ、家で息子を連れ戻せて何よりだったな。シェラさん、アガットさん、二人ともよく無事に戻ってきたな。これも女神のお導きというものだろうね。心配かけてごめんなさい。まったくもってその通りやで。あ、ケビンさん。エステルちゃんがさらわれた時は目の前が真っ暗になったわ。ほんまにもう、あんまり心配させんといてや。うん、ごめんなさい。で、こっちが例の。はじめまして、ケビン神父、ヨシュア・ブライトと言います。の、予想以上のハンサム君やね。で、俺のことを知っとんの？あなたの存在については僕の情報網にも入っていました。エステルの危ないところを何度も助けていただいたそうですね。ありがとう、感謝します。まあええか、仲直りしたんやったら俺から言うことは何もないわ。ただな、あんまり可愛い彼女を放っておいたらあかんで。俺みたいな悪い虫に粉かけられたくなかったらな。肝に銘じます。ん？どうしたの？いやあ、ちょいとな。男同士の話をね。なんかやらしいわね。失礼します、陛下。あ、父さん、カシウス殿、ご苦労様でした。各方面への指示は完了したのか？ええ、先ほど終わらせてこちらの方に飛んできました。そこで少々父親としての義務を果たそうと思いまして。え？昨日通信で話したが、実際に顔を合わせるのは久々だな。うん、そうだね。ごめん、心配をかけてしまって。お前の誓いを知っていた以上、俺も共犯みたいなものさ。謝る必要はないが、義務は果たさせてもらうぞ。ちょっと父さん。いいんだ、エステル。家出息子には当然のお仕置きだからね。そういうことだ。思っていた以上に皆に心配をかけていたこと、ようやく実感できたようだな。僕なんかのためになんて思ったらダメなんだよね。ああ、人は様々なものに影響を受けながら生きていく存在だ。逆に生きているだけで様々なものに影響を与えていく。それこそが縁であり、縁は深まれば絆となる。絆。そして一度結ばれた絆は決して途切れることがないものだ。遠く離れようと、立場を違えようと、何らかの形で存在し続ける。その強さ、思い知っただろう。うん、正直侮っていた。確かに僕は何も見えてなかったみたいだ。よしは。ふん、それが見えたのなら家でした甲斐もあっただろう。ヨシュア、このバカ息子め、本当によく帰ってきたな。父さん。ふん、親バカが。本当によかった。失礼します。ユリア大尉。王都を除いた五大都市の近郊に
正体不明の魔獣の群れが現れました。報告から判断するに、どうやら人形兵器と思われます。あ、アンデスって動き出したか。それと各地の関所に装甲をまとった猛獣の群れとグレンの兵士たちが現れました。現在各守備隊が応戦に当たっております。そうか、急いでハーケン門に戻る必要がありそうだな。それとなんだ、まだあるのか。詳細は不明なのですが、シリンの塔に異変が起きました。得体の知れぬ闇に屋上部分が包まれたそうです。嫌な予感が当たりよったか。なお紹介中の警備艇が調査のため接近したそうですが、すぐに機能停止に陥り離脱を余儀なくされたとのことです。動力停止現象か。地上からの接攻部隊はすでに派遣されたそうですが。申し上げます。各地の塔に向かった接攻部隊が撃破されてしまったそうです。信じがたいことですが、どの部隊もたった一人によって蹴散らされてしまったとか。何？それって。ああ、執行者だろうね。父さん、彼らは一般兵の手に余る。ここは僕に行かせてほしい。うん。ちょっとヨシュア、何一人で行こうとしてるのよ。昨日の約束をもう忘れたの？エステル、でも結社が動き始めた以上、遊撃士としても放っておけない。絶対についていくからね。エステル。エステルだけじゃないわ、私も付き合わせてもらうわよ。個人的な因縁もあるしね。ああ、同じく俺もだ。シェラさん、ジンさん。ま、こだわりがあるのはお前だけじゃねえってことだ。抜け駆けはなしにしようぜ。そうだよ兄ちゃん、こういう時にこそみんなで力を合わせなくっちゃ。アガットさん、ティータ、ありがとう、助かります。決まりのようだな。遊撃士協会にお願いする。シリンの塔の異変の調査と解決をお願いする。これは軍からの正式な依頼だ。うん、分かったわ。しかと引き受けました。おばあさま、私にアルセイユを貸していただけませんか？え？殿下。確かに一刻を争う事態です。私もアルセイユを提供しようと思いましたが、そう申し出たということは覚悟が固まったということですか？いえ、まだです。ですが船を開始するときには必ず答えを出すと約束します。いいでしょう、リベールの希望の翼、好きなように使ってみなさい。ありがとうございます。ユリア隊員、発進の準備を。可及的速やかにシリンの塔へ向かいます。承知しました。まさかオリビエが帝国に帰っちゃうなんて。本当、ずいぶんいきなりね。いや、本当はもう少し前に帰国する予定だったのだがね、エステル君がさらわれてしまったので
予定を延ばして滞在していたのだよ。そうなんだ、ごめんね、私のせいで。気にすることはない。君の帰りを待ったおかげで愛しのヨシア君とも再会することができたしね。相変わらずですね。あのオリビエさん。おや、なんだい。あなたは。いえ、何でもありません。今までエステルの旅を助けてくれて感謝します。望んでしたことなのだから水臭いことは一個なしだよ。だがそこまで言うのならお礼に熱いベーゼでも。いい加減にしなさい。もう最後くらいちゃんとお別れしようよ。僕はいつでも真面目なつもりなんだがね。エステル君、ヨシア君、シェラ君に他のみんなもいろいろと大変だろうが気をつけて行ってくるといい。このオリビエ、帝国の空から君たちの幸運を祈っているよ。うん、ありがとう。あんたの方こそ気をつけて。どうかお元気で。また機会があったら飲もうや。今度はその変人っぷりをチタ直してきやがれよ。あのさようなら。いや、短い付き合いでしたけどごっつ楽しかったですわ。お元気で。いろいろとお世話になりました。久しぶりじゃろう。ティータや、元気にしておったか。おいおい、じいさん、なんであんたがここにいる。まあいろいろあって数日前から乗り込んでおったんじゃ。それよりもエステル、ヨシは二人とも本当によく無事で戻ってきたの。うん、なんとか。心配をかけて申し訳ありませんでした。何、戻ってきたのならそれで万事オッケーじゃよ。しかし死輪の塔に異変が生じたとはの。こりゃわしも気合を入れて調査する必要がありそうじゃな。うん、頼むわね。ところでどの塔から行けばいいのかな。そうだね、距離的なことを考えたら琥珀かグレンが近いけど。アルセイユの速さならどの塔でもあまり変わらないさ。敵の情報が分かっているところを優先した方がいいかもしれない。敵の情報？先ほど翡翠の塔に向かった石膏部隊から続報が入ってきた。現れたのは仮面をつけた白装束の怪しい男だったそうだ。あの怪盗男。石膏部隊とはいえたった一人で撃破するなんて。ただの変な野郎じゃなかったみてえだな。怪盗紳士ブルブラン、分身や影縫いをはじめトリッキーな技を使う執行者だ。一筋縄ではいかないと思う。そっか、でも敵の正体が分かっただけ他の塔よりはマシだと思うし。うん、まずは翡翠の塔に行きましょう。了解した。発進準備。これより本艦はロレント地方翡翠の塔に向かう。これでモラトリアンも終わりか。いや、まだ最後のチャンスが残っているかな。待って。おや、君たちは。行っちゃった。
間に合わなかったか。どうしたんだい、汽車諸君。また竜事件の時のように乗り込むつもりだったのかな。ああ、それとヨシアが帰ってきたって聞いたんでな。まあいい、ドロシー、急いでアルセイを取れ。望遠レンズを使えばそこそこ使える絵が撮れるだろう。アイアイさん、挨拶は済んだのか。一応ね。そちらの準備はどうだい。おじ上の方はなんとかなった。最小閣下もむしろ好都合だと判断されたようだ。確かにあの人なら王国人受けしそうだからね。楽しくなりそうだ。まったく、なんという悪趣味なやつだ。彼らの驚愕した表情が今から目に浮かぶようだぞ。まさにそれが狙いだからね。今度相まみえた時にはお互い敵同士というわけだ。くれぐれも結社ごときに遅れを取らないでくれたまえよ。翡翠の塔上空に到着した。はあ、さすがに早いわね。到着まで30分もかからなかったんじゃない。そのくらいだと思うよ。定期船の3倍近くのスピードが出ているはずだから。なるほど。翡翠の塔の屋上はどのようになっていますか。今ディスプレイに出そう。例のゴスペルが生み出す黒い波動に雰囲気は似とるが。じゃが波動と違って広がらずに塔の屋上を包み込んでおる。いずれにせよこれ以上は近づかない方が賢明じゃろう。ユリアさん、地上に降りるにはどうすればいいんですか。あいにくアルセイユが着陸できそうな場所がなくてね。対空状態でリフトを下ろすから、それに乗って降りてほしい。リフト？榴弾砲を出す時などに使われる貨物用のリフトです。戦争に設置されているんですよ。そっか。それじゃあ塔の内部を調査するメンバーを選ぼうか。よっしゃ。わしはしばらく下の工房に詰めておる。塔の調査中、オーブメントの整備やクォーツが必要になったら来るがいい。うん、そうさせてもらうね。敵の目的も未だはっきりしておらん。気をつけて行ってくるがいい。準備を整えたらすぐに地上に降りなくちゃ。あ、戦争のリフトだったね。